コンディションもバッチリで、あんまりなんか今年試合ばっかりしてる気がするんで、まあ、なんかずっと1年通してもういつでも試合できるコンディションをずっとキープできた感じですね。はい、今年の夏はいつもより暑かったですけど、特に暑さとかも問題なく、ああそうですね、特に感じなかったですね。まあ暑いの好きなんで余計に調子良かったって感じです。チャンピオンベルト巻いて1年ちょっと経ちましたけれども、チャンピオンになる前となった後ってなんか環境の変化とかありました？まあ、環境とかは特に変わらないんですけど、まあ、そういう周りの応援の声とか、あと応援してくれる人もなんかちょっと肌で実感できるぐらい増えたかなって感じです。初めての防衛戦にはなると思いますけれども、追われる立場、そういった意味でプレッシャーとかっていうのを感じたりしてますか？まあもちろんプレッシャーは感じるんですけど、もうここ3試合全部そんな感じの試合なんで、まあちょっと慣れもありつつ、でもやっぱり今回初防衛で、まあ、ベルトかけるのは初めてなんで、まあ、そういった意味でちょっとプレッシャーはやっぱ感じますね。確かに去年の12月からずっともうほぼ対抗戦っていう感じで他団体の選手との試合が続いてますけれども、まさに今回も挑戦者カイト選手に決定しましたけれども、こうカイト選手と、やるにあたって何か今特別に考えていることだったりとかプランっていうのはありますか？やっぱ特に相手がカイト選手になったからといって特別対策練習も普段からしてないんであんまり変わんないのと、そうですね、特に本当に特別なことは何もせず、もういつも通り自分の練習をしてるって感じです。前回のカイト選手と安本選手の試合っていうのは直接見てたと思うんですけれども、はい、もともと門口選手はどういう予想を立ててましたか？まあ、僕はカイト選手が勝つ予想をしてたんで、まあ、あの安本選手が多分すごいフューチャーされてたと思うんですけど、まあ、そんな簡単にはいかないんじゃないかなって思ってましたし、まあ、ちょっと相性的にカイト選手に分があるんじゃないかなっていうのはもともと予想してて、まあ、そのカイト選手が上がってきたっていうのはまあ、結構予想通りだったかなって感じです。そのあたりはもともと予想してた分なんかこうびっくりしたというかそういった部分はなかった、まあ、でもまあびっくりしたというかその安本選手がやっぱりフューチャーされてたん で、まあ、僕がチャンピオンなんですけどずっと安本の方が強い強いって言われてて、まあ、そこをはっきりするためにも安本選手に上がってきてもらいたいなっていうのはあったんですけど、まあ、本当に格闘技はそんなに多分甘くないっていうのも今回で分かったと思いますし、
まあでも予想通り梶選手が上がってきてって感じですね。はい。門口選手から見て海人選手ってどういうイメージがありますか？まあ本当に派手さは多分ない選手で、多分なんか圧倒的に勝つというよりはなんか競り合いの中でしっかり勝ってくるイメージがあって、まあ僕もそんな感じで負けてるんで、でまあどの試合見てもやっぱり圧倒的に勝ってる試合多分ないと思うんですよ、海人選手は。まあそういった意味でも、まあ、そこで安本選手も多分舐めてた部分ももちろんあると思いますし、まあ、そういったところでやられちゃったのかなっていうのもあって、そうですね、海津選手本当になんか競り合いの中で勝ってくるイメージです。実際2年前にも対戦してますけれども、試合内容的に今回はどういうプランを立てているというか。あ、試合のプランとかも特に考えてないんで、まあ、自分の動きを 100% 出すのに集中しているって感じです。で、まあまあ、前回の僕と今の僕とじゃ多分もうほとんどっていうか多分別人になってると思うんで、まあ、前回と同じように考えてたら、まあ、楽な試合になるなっていう印象です。先ほどお話出たんですけど、まあ、4試合連続今回の海人戦含めて、他団体の選手の試合っていうことになってますけれども、大事な試合を落とさないっていう点でご自身のストロングポイントってどこだと思いますか？まあ、どうなんですかね、なんかあんまりそういう意識です、なんかこれが強みだっていうあんまり意識もないままやってるんで、でもやっぱりその試合中に多分負けたくない気持ちが多分誰よりも強いのかなっていうのはありますね。やっぱりみんな言葉では言いますけど、やっぱりそれが試合に出るか出ないかは本当に別の話なんで、まあそういったのが多分僕は試合で出るのが強みなのかなと思いますね。で、実はこの対戦カードの発表の会見の時にちらっとこうライズファイターどこ行ったんやみたいなお話が挑戦者の中であったと思うんですけれどもなかなか挑戦者として上がりきれてないライズの選手たちに何か思うこととかってありますか？まあ、別に思うことはないですけど、まあ、もっと多分ライズのそのレベルっていうのもやっぱそういう他団体の選手にランカーたちがバンバン倒されてたら舐められると思うんで、そのライズの強さを証明するためにも、まあ、もっとライズは強いんだっていうのを僕を筆頭にその他団体の選手と戦ってもっと勝っていかなきゃダメだなとは思いますね。で、今回防衛を果たして、果たしたとしてその先ビジョンだったりとか目標ってありますか？まあ、本当にビジョン今回防衛したら国内最強を証明する試合が組まれると思ってるんで、まあ、その相手が誰かはまだちょっと分かんないですけど、まあまあ、名前出すと流星選手と、郡司選手の勝者と僕はやりたいなと思ってるんですけど、なんかあんまりやる雰囲気もなさそうなんで、まあ、どうなるのかなっていうのは思ってるんですけど、まあ、とりあえず目の前に、まあ、安本選手に勝ってきた海人選手がいるんで、まあ、ここをしっかりクリアしないことには次はないんで、とりあえず目の前の試合に集中してます。はい、ありがとうございます。代表からは以上になります。はい、ありがとうございます。堀内さん、ご質問ありますでしょうか？よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回敗北を喫している身ではありますけど、特別その対策をしないっていうのはどういった意味からなんでしょう？まあ、なんか対策があんまり僕なんか合ってないというか、そのなんかゲームプランを決めてやるのに
なんていうんですかね、合わない、自分が合わないってだけで、でまあ自分の動きに集中して自分の強さだけしっかり上げてれば、まあとりあえず国内は全員勝てると思ってるんで、そういった意味でまあやっぱ自分が本当にやりやすいからって感じですね、そのゲームプランを決めないのは。なんかこう以前指導者がいない中自分はやってるということを前おっしゃってたと思うんですけど、現状のその練習環境が何かこう意識して取り組んでいるとか何かありますか。まあ、意識して取り組んでる、まあもちろんその自分が思う自分が強くなるためにこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかっていう、まあ、自分の中ではあるんで、まあ、それをしっかり意識してトレーニングしてるって感じですかね。まあ、指導者はいないですね。そのご自身のチームだけで今練習してるんですか。例えばフィジカルやったりとかボクシングやったりとかそういうのもないんですか。あ、一応ボクシングは週1回行ってて、まあ、ミットだけなんですけど、ミットだけ週1回ボクシング行かせてもらってて、まあ、ボクシングも別競技なんですけど、まあ、こういうのもあるんだ、ああいうのもあるんだっていうのを発見が、まあ、あるんで、まあ、そういったのをしっかりキックボクシングにどう取り入れるかっていうのも自分で考えて、で基本はもう出稽古もほとんどせずに、まあ、たまに行くことはあるんですけど、ほとんどもう自分のチームのみの練習です、ね。まあ、なんかこう実践不足みたいなのって感じたりしないですか。そのチームの中だけでやってるっていうところに感じた。いや、まあ特に感じないですね。まあ実践、まあ基本スパーリングばっかりやってるんで、でまあうちのメンバーは多分いろいろできるメンバーが多いんで、まあ毎週毎週やってても相手の癖でなんかやりやすくなったりとかもなく、みんながみんないろんな方向からなんかいろんな攻撃出してきたりとか、まあ左右スイッチするのもそうですけど、まあいろいろみんな試す人が多いんで、まあ全然感じないですね。まあこう勝ち方とか、例えばこうフィニッシュのイメージとかそういうのはなんかどういう感じで、まあ勝ち方は特にそのフィニッシュのイメージとかはまだ決めてないというか、特にいつも決めない、それこそゲームプランを決めないんですけど、まあ本当にキックボクシングの試合で僕がただ強さのレベルを違いを見せるだけって感じですね。現状の海人選手とご自身の実力の差みたいなのはどういうふうに感じてますか。まあそれを本当にやってみないとわからないんですけど、まあ基本的に僕が多分僕の方がキックボクシング歴で言ったら短いんで、まあ2年前にやった時も、もともと僕の方が下にいて、であそこまで追いつけたっていうイメージなんで僕の中では、まあ明らかに成長スピードで言えば僕が多分今国内のフェザー級ではダントツに一番成長速度が速いと思ってるんで、まあ問題、特に問題がなければ、まあ、普通にやれば普通に勝てるんじゃないかなっていうイメージでいます、僕の中では。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ではすみません、最後ファンの皆さんにメッセージをこちらに向かってお願いします。はい、初防衛戦でまあいろいろ国内対抗戦、今回も相手がシュートボクサーで対抗戦っていうのもあって、まあいろいろ背負うものはあると思うんですけど、応援してくれる人とかサポートしてくれてる人の力を借りて僕は今回もしっかり乗り越えようと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。